森林療法ハンドブック古谷英生編の森林浴、最後にねガイド編森林療法コースガイドっていうのがね載ってるのね。でこれはね、いろんなところ見て回りたいっていう人にはねとてもいい勉強になると思っているか、いろんな紹介がされてるんでね、これを持っていろいろね、いろんなところを歩くっていうのはね、そういう人にはね向いてると思う。でなおかつ今コロナのあれがあるから、こういうね森の歩きをね、一人で歩き回るとか、本当にね家族で歩くとか、そういうのはね、そういうと適してると思うし、1がね森林保養地コースで、2がね近郊コース、3が都市公園コースと3つに分かれていると。で難易度によるコース分類だとか、ビジターセンターに立ち寄ろうだとかね、ビジターセンター行けば大体マップくれたりするんでね、ただでねコースの歩き方に注意しようって、結局こういうところに行ったら歩き回るっていうのがあるんでね、本当は歩き回る必要ないんで、たたずめばいいんだけども、結局自分に合うたたずみやすい、たたずむのにいい場所を探すという意味でも結局ね、歩き回ることになると思う。で森林保養地コース1清里、これはね何だっけ、キープ協会ね、そうだから、これはな、要するに案内してもらうっていうプログラムの中でね、そう保養地だからね、キープ協会は日本で一番有名な森林療法コースだと思うんで、一番トップに出てるだけあってね、これはいいかもしれない。でね、草津、202草津、草津はね何つったっけな、名前が出てこない、いるのよおじさんが、もし元林野庁のね森林、営林所勤めしてたね、林野庁職員のね、何つったっけ名前忘れた、覚えてない、名前載ってないよねここにはね、その人が案内、僕が案内してもらったんだけど、いいとこですよ、いいとこ。草津森林療法協議会でね検索すれば、そこにお願いすればその代表をやってる人、もう代表やってないのかな、年だもんな結構な、3軽井沢、これはね、あ、ピッキョーな森ね、ピッキョーね、これピッキョーには行ったしね、ピッキョーのちょっと話もしたことあるけども案内してもらったことはない。これモモンガのねなんだかんだとかねやってるとこなんだよね、これ結構ね人気あるのかもしれないけど、僕はねあんまりいいと思わなかった。コースは歩いて、見たけどね、あんまりいいと思わなかった。で北海道下川町ね、これ那須健一郎さんね、もう今那須さんは議員になっちゃってるんでね、町議員になってるんでやらないと思うけど、この頃そう新しい NPO 法人森の生活、そうこの子の代表が那須健一郎さんだったけども、 NPO 法人森の生活もね那須さん抜けちゃったとか、代表辞めちゃったからね、だから本当に昔の話なんだよねこれっていうのはね。で5富士河口湖町西湖周辺、西湖でいいんだよねこれ、西の湖って書いて、これは行ったことない、わかんない、知ってる人もいない。で6奥日光、これもわからない、行ったことないし。で奈良信濃町、これはね鹿島さんって言ったっけな、女の人でね、鹿島さんが今有名な心理メディカルトレーナー、そうこれは案内してもらって、お金払ってね5000円でやってもらったのかな、箱根丸八、箱根はね僕歩いたけどね、自分一人でね、ここじゃないな、箱根湿原、箱根湿生花園っていうの、箱根ビジターセンター、ここは歩いた、ビジターセンターは歩いたと思うな、違う場所かな、ここだと思うんだけどな、箱根でやろうと思ったのね僕もね、要するに金持ちが来る町だから箱根っていうのは、そういう意味でいいんじゃないかと思ってね。でコラムで屋久島が出てるね、なんか屋久島にね森林セラピストがいてね、僕のツイッターをフォローしてるんだよね、
で近郊コース1国営武蔵丘陵森林公園、知らない。だから東京近郊に住んでる人にはいいのかもね。で丸に都民の森、これも行ったことないし知らない。丸山多摩森林科学園、奥多摩には行ったけどここは歩いてないと思うんだけどな。丸4都立小宮公園っていうの、小さな宮、大体分かんないもんね、東京の人間じゃないから。八王子駅からまっすぐ北に30分ほどだって、知らない。丸五都立八国山緑地っていうの、これもなんていうんだか、ね、振り仮名振ってないから分かんない。八の栗の山って書くんだよね。隣のトドロのモデルになった、あ、そうなの。あ、西部の、あ、武蔵野の雑木林ね。あ、話ではっていうか、なんか雑誌とかなんかね、そういうとこでは出てるのを見たことあるかもしれないけど。丸六横浜自然観察の森、知らない。丸七神奈川県立座間八戸山公園っていうの、これも知らない。で、都市公園コース1国立自然教育園、こんなのあるんだ。目黒駅、都立、水元公園っていうの、水源公園、水元公園かな。これも知らない。3都立桜ヶ丘公園、これも知らない。4神奈川県立東高根森林公園、5松戸市立21世紀の森と広場、松戸、八中駅っていうのは八の柱、わからないな。これも千葉県立青葉の森公園、これもなんか森林インストラクターがなんかやってたような気もするけど、まあ。7埼玉県立秋ヶ瀬公園っていうの、これもよくわかんない、全然わかんない。でコラムで都立林子の森公園っていうの、林の試験、林子の森っていうので、コラムで風の松原秋田県の能代市っていうの、で公園や里山の大切さというところで、まあ、まとめていると。里山の森林ボランティア、これもね、上原岩尾さんみたいな人がね、こういうのいろいろねやってると思うんだけども、やってたのね、東京農大とかでもやってるのかもしれないけれども、森林浴とは別だと思ってるからね、僕はね。もちろんね、こういう作業療法的なものもいいし、作業をした後の一服っていうのがね、完璧なもう森林浴なのよね。森林療法なのよ。作業を してその後の一服っていうのがね。これ林業をやってたから分かるのよ。林業っていうのはそういうものなの。要するに、ただ山に行く、森林浴に行くわけじゃなくて、林業で金儲けしに、金を作りに山に森に行って、で木を伐採して、木をもしくは木を植えて、もしくは道路、ね、森に道路を作って、そういう作業をして、で一服する。その一服、昼休みとかもそうだけど、その一服がね、完璧な森林浴なのよね。これほど心地よいものはないというね、といったところでね、ガイド、なんだっけ、まあね、いろんなね、フィールドをね案内したと。森林療法コースガイドね、森林療法ハンドブック、古谷英生編の森林浴。